硬くないですよ。汚れてるし。ミッシャンのスプロ系が割れるの巻き。うわ、めっちゃ噛んでるやん。そうそうそう。じゃあこの釣り竿でこうガンガンガンってこう。あ、動いた、動いた。動くけどまた噛む可能性あるなってことは。なんかで縛っといたよね。動いた。こっち側のスプロケにできた。回る。どっかへ縛っとくしかないじゃないですか。うん。なんかないかな。そういう。こうしたよ。これこれ。いやでも走ったらまたずれるんちゃう。うん、いや漕がないっす。漕がんでも回るもん。噛むから。ガーンって噛んだらこけるで。その、ロックしたら怖いよ。そのスプロケの穴とこっち側のスプロケの穴を使ってなんか紐かって。ね。紐かなんかで縛っとくか。そんな紐あるんかいっていう。ハードロックカフェや。よし。キッコー縛り。なんかないかな。あった。草ではちょっと絶対無理で、ね、もうそのハブゲーほどっかいな。何してんすかこれ。本当にこれ話のネタ的にはもう抜群やな。あ、なんかバーテープのビニューテープかなんか取ってぐるぐる巻くとか。なんかないかな。コンドームみたいにかぶせたけど、これで縛りません。このタイラップ。いやいや、そんなもんもこんなええもん。あ、俺もありますよ。あ、そうやったら俺もあります。ちょっと大丈夫です。ほんま大丈夫。サランラップ100均の本なんで、これでいけるやったら、ほんまできます。サランラップ、サランラップ巻いて、ほんまできるんですか。このコンドームサランラップだよ。え、そんなんなんかいけんの。いやいや、もうそんなんいらんす、いらんす。ちょっと、辰本さん、コンドーム、コンドームがいい。俺の常備のコンドーム。コンドームがいいの。これもいいですか。今つけてるやつ。いや、今の方がいいですよ。使い方するのが俺は、俺はっすよ。つけてんの。そっち突っ込んで。常備つけてんの。何を目的で。もうちっちゃすぎてトップギアしかはまらへんね。あ、ほんで手前を切ると。そうそう。あ、でも割れた。あ、まあ割れてもいいやん。だからもうはめずに、そうか、ま、周りに巻くかいな。はめずに。ぐるっと。まあ、どっか、何箇所が固定されてたら、こんな感じで。で、先っぽは破らな感じ。先っぽやね。先っぽにしよう。一緒か。で、先っちょの方がいいですね。どっちかっていうと。先っぽとか。それなんかちょっと広いな。受け取り手の問題やな。もうそれ自体が事故やな。もう放送事故やな。放送できる。帰られへん。これ僕もう下り焦がれへんってことやもんね。これ恋ではいけません。そういうことやもんね、うん、あいつまた変わったことしようなんで。あいつこれ何思いついたんやあいつ。これね、これあかんっしょ、これ。すれ違う人が心配するやつや。噛むか。あ、でもこれだってほら、焦がへんから。そうや、焦がへんからやね。焦がへんからって人言ったよ。焦がへんから、いや、僕焦ぐよ。焦くのはええけど、焦いたい。風鈴とこですか。なんか風鈴とこ嫌やね、これ。コマンと言いながらもなんか無意識に超えた。ああ、ね、ちょっと締め動画撮らせちゃうんと、これもうちょっと僕手一杯で何もできない。究極の応急処置やね、これ。ほんまにもう
ざわつくで。どっこざわつくで。あいつ何やっとんねん。何思いついたんや、あいつ。